おはようございます。おはようございます。さあ、はい、行ってまいりました。はい、どこですか、ここは。とキングオブキングスタン、さあ、2回目ですね。はい、そうです。大型店、大型店、大型店、大型店って言われました。集中力がないな。とんでもないです。お腹空いてるんちゃうか。たけしさんですよ、それは。屋台の匂いがすごい。そうですね、相変わらず。前何売ったか覚えてる？覚えてますよ。前は私がハーデスで、ミニゲーム失敗してハーデスやって。そうです。で、たけしさんが転生です。そうだ、そっか。そうです。ミニゲーム一発目の時か、ここ。そうですかね。じゃない？そうじゃない？はい、多分ね、もう忘れてるね、あの人。80代ある。北斗とハーデス行きましたね。台数が半端じゃないよね。そうです。で、まあ、ちょっといろいろ考えててんけど、何打とうかなと。はい、もうとりあえず見ないとね。ああ、そうですね。まずは、うん、なんか今はほらプライベートでもそうやけど、はい、これが打ちたいとかっていうのがそんなになくて、うん、ちょっとホール状況を見て、はい、考えようかなと思います。はい、ただいっぱい考えてもマッチゲームみたいなのがあるから、ね、そうですよね。するかこの後するんですけど、はい、これ意味ないよ、だったら。そんな感じになっちゃいますかね。まあ、とりあえず、はい、ボール入って決めますか。はい、じゃあ下の方行ってきます。行ってきます。今回のタケレコは2度目となる大阪府高槻市にありますキングオブキングス高槻店さんにて実践。パチ&スロの合計1600台の超大型店で、ラインナップも豊富。もちろん出玉も期待できますので、大阪で打つ際は足を運んでみよう。さあ、というわけで、はい、早速ですけども入っていきましょう。はい。元気出えへんわ。どうしたんですか、お腹が減って。これ前見たね、すごいね。見ましたね、ってね。すごいですね、うん、相変わらず。ここほんますごい、40代80代とかやもんね。そうですよね、うん、ハーデス80代ですもんね、変わらず。マジでどうしよう。どうしましょうか。できればな、たけしさんと一緒に座りたいですけども。たけしさん何行くのかな。どうしようかな、どうしましょうか。ハーデスすごない？ドーンドーンって。すごいですよ、相変わらず。防犯結果見る？そんなに。あー、けど稼働してるな。まあ、転生も久しぶりに打ってみたいけど、40、40、40、40、争点と転生が。でもちょっと転生も興味あります、久しぶりに。あ、転生か。そうですよね。ちょっとハーデス見ていい？前打った時はこっちの島に座ったんですよね。台数すげえな、マジで。ほら、明日さ、一応27でしょ。もうこうやってね、台数が多い時はそういう27だから7番台を狙ったりしちゃおうかななんて。へこんでる台が何台かあったら下7のやつを狙おうっていう風に決めてるんですよ。今日が、まあ、末日6の日なんですけど、ここ明日7で、7は結構頑張る日やと思うんですよね。ここいいですよ、ここ。ここ。ここいいです。末日7やから明日いいで。はい、そうなんですよ。マジでマジで。絶対ありますよね。あると思う。あるよって、こういう時は。決めた。決めたんですか？ちょっと待ってください、早いですよ。決めた、行こう。これさ、はい、結局罰ゲームみたいな、まあ罰ミニゲームしてダメやったら多分ハーデスとかになると思うね。わからん、決めてないやろうけど、モンハン月下と転生の末尾7狙おうか。え、あ、うん、まあそれももう、はい、だから台数多いから、はい、もうへこみ台とかそんなんじゃないと思うよね。前来た時も結構もうボックスで頑張ったりとか1列頑張ったりとかやったから。はいはい、そうですよね。で、俺一応会員メールとか鳴ってて、はいはい、鳴ってるんでちょっと見て。あ、何か書いてあるかもしれない。明日の朝変わるかもしれへんから、はい、まあ、とりあえずどっちか
がミニゲーム失敗したらもうしょうがないけど、はい、2人クリアしたら月下モンハン月下 か、うん、けどハーデスでも全然いいと思うね。ハーデスここすげえ、そうですよね、前回の時も良かったので、だからそのあたりを考慮しつつちょっとミニゲームして、はい、朝の、ホールメールとか見て考えよう。なのでもう、はい、今日これ打ちますっていうのは決めなくてもいいと思う、はい、うん、明日になって、うん、それでいいですか。はい、大丈夫です、はい、じゃあというわけで明日頑張りたいと思います。頑張ります。